ワイパーラジオ。ワイパーラジオ始まります。ワイパーラジオです。この番組はミリタリーショップワイパーの1週間のニュースをお送りするラジオ番組となっております。 YouTube ポッドキャストから視聴可能です。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、はい、これちなみにですけど21日の土曜日ですよね。はい、あの大阪のポップアップ初日が終わっている後なんですよ。そうなんです。本日は火曜日なんで、はい、まだ開催前なんですけど、はい、さあどうなってる私たち。いや盛り上がってることでしょう。この時間帯8時15分ならもうポップアップは18時終了なので、はい、おそらくネイジャパクルーと初日終えて一緒にご飯を食べてるかな。おそらくは、はい、っていう状況ですね、はい、なるほど、はい、じゃあもう前もって言っておきましょう。大阪の初日に来ていただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大盛況の後に初日を終えてることでしょう。はい、はい、あということもあって、はい、あの結構ですね、あの今回のラジオってもしかして大阪でライブですかみたいなこととかもあったんですよ。はいはい、なんですがちょっと今回はですね先週に引き続き、はい、ゲスト会となっております、はい、ルーキーウィークです、はい、まあ、ただ昨日のライブはポップアップ直前、あ、そうです、会場からのライブ配信を終えてますもんね、はい、予定では前日丸ライブで、はいはい、あのライブをですね行っていると思いますので機材トラブルがなければ、はいはい、行えていると思います。そうなんです、はいはい、ということで今回ですね収録なんですが、はいはい、ルーキー会ということで、はい、今回のゲストはこちら、はい、シモンです。よろしくお願いします。はい、来ました、はい、ミリタリーウェアハウスよりルーキー2人目ですね、はい、先週がケンタロウでしたけど今週はシモン。はい、はい、じゃあちょっと軽く自己紹介をしてもらおうかな。はい、4月からミニタリーウェアハウスで、働いてます。シモンと申します。はい、シモンは下の名前ですね。あ、そう、下の名前です。はい、かっこいいですね。うん、高山シモンっていうことね。高山シモン、ちょっと名前だけはなんか芸能人みたいな名前ですよね響きが。しかもなんかあのウェアハウスで結構あのルックブックですでに登場してるので、はい、ご存知の方多いかもしれないですけど、ケンタロウシモンはね特にシモンのスタイリングは結構、うん、パンチ力あるんじゃないですかね。そこだけは頑張って、はい、センスが取り柄のしもってる、はい、常に言ってます。いやそれ以外もあるんですけど、はい、やっぱズバ抜けてるのはそこかなっていうね、うん、はい、それは嬉しいですね、はいはい、まあ、そんな感じでちょっと後半にですねこう彼シモン君をですねまた深掘りしていきたいと思いますので、はい、じゃあまずはですね最初のコーナーからいきたいと思います、はい、鈴木シモン中村の今日のコーデ。はい、じゃあ私からいきましょうかね。はい、はい、ではでは、はい、すみませんね、また季節感が若干先行ってますけど、本日のメインは私、はい、もうちょっとこうあの被っちゃってるんで、はい、そこら辺とか、そうですね、こんぐらいですね、はい、はい、NWU の来週販売控えております米海軍のフリースの新作ですね。いよいよですね。いよいよです。これはミニタリーユアスで私もあの皆様にお届けしてから楽しみに待っておりました。はい、ぜひ狙っておりましたので、ちょっとミディアムショートのサイズを今着てるんですけど、あのこれをメインでコーディネートしました。うん、これやっぱりね、あの US ネイビーのまたスウェットパンツですよ。はい、これやっぱもう個人的に今年これはデッキジャケットしかり、このフリースしかりで、米軍の海軍アイテムと合わせるとすごくいいですね。ネイビー合わせのテンション上がりますね。はい、いいですね。まあ、けどこのフリース、まあまあ来週ね、また YouTube で詳細をお届けしますけど、本当なんかちょうどいいです、うん、厚さといいこのディテール、まあ、デザインめちゃくちゃ重宝するなという一枚なんで、うん、いいですね。なんかジェン2よりもあの肉が薄いから薄いんですよ、使い勝手もさらに。そうなんです、だから着用期間は実際長くなるんじゃないかなと思いますし、まあ、ご覧の通りコーディネートにとってすごくこう馴染みやすいと言いますか、もう黒一色ですからね。うん、けどよく見るとやはりディテールが各々で、あのミリタリーらしさの切り替えだったり干渉を防ぐねナイロンのとこだったりとか、やっぱちょっとテック系のかっこよさも合わせますような感じで、はい、うん、いいですね。でまあ単調になりがちなんで、やはりロトとマスタードにちょっと最近新しくバンズのスリッポンのレオパードですね。お、これはちょっととある方からあのギフトでいただきまして、あ、私10月1日が誕生日なんで、お、いいですね。そろそろ迫ってまいりました。 そして、はい、あ、そうなんですよ、なんとなんと
シモンと私10月1日誕生日かぶり。一緒なんですよ、はい、全然この波長違うんですけどそう話す波長はもう相反するんですけど、はい、実は同じ日に生まれてるというね。そうちょっとこう運命を感じますよね、この何かの、ね、そうそう、なんか中村さんから、はい、お前は10月1日顔じゃないって急に言われたっけ。自分を中心に回ってますけど負けられんなとそうそうなんですよ。僕が10月1日顔ですからね。そうそうそう、だから10月1日なんです2人とも。なんか意外でしょ。偶然ですね。そうね、すごい偶然、うん、そうなんですよ。じゃあびっくりしました。縁もあってなんで、まあベーシックなコーディネートの中にも遊びを入れて、レオパードだったりマスタードの色を差し色で入れてるって感じですかね、うん、はい、いい感じ。いや本当このスウェットパンツは今年大活躍するでしょう。おそらくまだねご購入いただいて着用シーズンにはなってない方もいらっしゃるでしょうけど、うん、ガンガン履き倒してほしいです、はい、これ実際シモンもねめっちゃ欲しかったっつって。めっちゃ欲しかったですね。めっちゃ欲しかった。すぐなくなっちゃったんで、ね、全然、うん、いやそうなんですよ。本当だからデッキジャケットとかいろいろ合わせて楽しむもね、レベル7周りなんで、うん、鈴木さんにお願いしたらリストックできるかもしれない。ちょっと本当に欲しいですね。そう、あの結構レンも欲しいって言って買い逃しちゃってて、はい、だからまああれですね、ちょっとこれに関してはもう一回早めにちょっと社内で共有して、うん、ちょっと欲しい人ちょっとお願いします。そうですね、事前にね届かないとね、はい、すぐなくなっちゃうんで。そうですそうです、はい、うん、じゃあちょっと次これはですね一応ちょっと再販も視野には入れてます、はい、ちょっとまだ未定ではあるんですけど、なんでちょっと首を長くしてお待ちください。はい、じゃあ次私。はいはい、ですね、私は、これ先日ご紹介したちょっと N1 デッキですね、まあ、これに関してもちょっと販売が始まったということでちょっと改めてご紹介したいと思います。はい、これに関してはですね先日動画でご紹介した通りで現在42のステンシルアリのネイビーを着用しています。まあ、これに関しては毎年非常に人気なんですけど、まあ、ステンシルアリとなしで言うとやはりステンシルアリの方がまあ結構人気が高い印象ですね。うん、はい、あとはもうちょっと非常にシンプルなんですけど、まあ普通にブラック、リーバイスのブラックデニムにコンバースに、またロドとの、私ちょっとグレーをちょっとデニムと合わせて被ってみました。うん、なんかそのブラックデニムちょっと新鮮じゃないですか。前から履いてますっけ？いや、これ最近買ったんですよ。ちょっとあの、買った。そう、あのブラックデニム欲しいなって思ってて、まあ普通に501ですけどね、買いました。あ、リーバイス。はい。あ、それの裾上げに行ったの？あ、そうです、そうです。そして、インナーはですね。ああ。はい、ビッグヒルですか。はい、メジャーパー。あ、ビッグヒルじゃないか。前回ですね。前回ですね。まあ、せっかく、多分こう大阪に今いるであろう、はい、メジャーパー見てる一緒にいると思いますけど。ここで、はい、ここでまさかの、はい、っていうようなメジャーパークルーティーを、はい、小ネタを絞りつつで、はいはい、取り入れてみました。なるほど。はい、というような感じ。はい。そして、シモン節、炸裂な。コーディネートをご紹介お願いします。はい、僕はですねワイパーに入って最初に買ったアーミーのフルジップのスウェット、うん、パンダを着てきました。はい、でなんかこう軍パンと合わせてメカジというかそんな感じで合わせるのもいいかなって思ったんですけど、ちょっと今日の気分的にこうキャップをかぶりたかったんで、こうネクタイのこのカラーと合わせてキャップをかぶって、でパンツはちょっと中間色的な色を合わせました。こうちょっとストリートというか、うん、綺麗な感じに履いた方が今回いいかなと思って履いて、うん、まあ、IPFU みたいな色、あ、そうそうそう、うん、IPFU で、まあ、ネクタイ締めてるんで革靴を履こうと思って今回パラブーツを履いてます。いいですね。しかも工具のセンスですよね、やっぱり ね、新しいタイドアップスタイルでパーカー。そうですね、革靴とタイドアップの間にナイロンパンツを持ってきて、そのライムグリーンのキャップっていうねなんかそのイメージ強いね、シモンね。そのソックス、なんかそういう色のソックスもよくなんか持ちられてるイメージ。靴下は割とカラ今日もこんな感じのカラー入れたりとか、うん、なんかドンって上で持ってくるのは苦手なんですけど、ネクタイとかキャップとか靴下とかで入れるとなんか差別化できていいですね。うん、好きです。なんかイメージあります、その色使いがすごくちょっと特徴的というか、うん、そうですね、色使いは割といろんなの使っちゃいます。かつきれいめとストリートチックな組み合わせのイメージもありますね、まさに今日ですけど。そうですね、うん、割となんかやぼったすぎない感じというか、うん、ミックスが好きなんで、うん、こう、うん、なんかアメリカの高校生が、うん、学校帰りに遊びに来ま、はいはい、遊びに行きますみたいなこう風にかぶってっていう感じで今日は合わせました。いいですね、新しい風ですよね。シモン、今年いくつだっけ？
今年26です。26ですもんね、うん、やっぱワイパーで言えばかなり若い方ですからね、はいはい、しかもこれちょっとこれ映像で見てる人にしか分かんないかもなんですけど、このアーミーのちょっと見せてもらえる近寄って、手書きなんですよね、おそらくね。そうそうそう、マイクつけてマイクそう、これ手書きですね、マジックで書かれてるんじゃないかなというプリントじゃないですもんね、うん、そうプリントじゃなくてなんか手書きになってて、めちゃくちゃ上手っすね綺麗に、うん、パッと見た感じはもう全く配置とかも完璧に一緒だったんで、うん、いやね、そのボディ自体おそらく実物のものなんでしょうけど、そうソリッドで上がってたから入れたのかな自分でにしてはうますぎですよね、いやすごいすごい上手すぎる、いやすごい、なんかそういう背景がちょっと気に入って最初買いました、ね、うんうん、これ入荷した時にそういうちょっとイレギュラーが見つかってってことですね。そうですね、はい、ちょうど僕が返品してえってなって、A 品とはね、うん、そうあのならずに弾かれたやつってことですね。そうですね、弾かれたけど、うん、いや欲しいなと思って、まあまあそれがミリタリーウェアハウスのスタッフの醍醐味でもあります ね現場にいるからこそっていう特典もね少しはやはりありますよね。ありますね、はい、真っ先に見れると、そう、はい、うん、いやいいですね、はい、なかなかうちにない今までない斬新な、ね、いいですなんか、うん、次世代ウッディですね次世代うちの LL ウッドの担い手になるであろうハイセンスの持ち主でございます。頑張ります、はいはい、以上です。はい、はい、というような感じで、はい、まあ、三者三様ですが、はいはい、ワイパーの、3人のスタッフご紹介のコーナーでした、はいはいはい、では、続いてですね、まあ、いつものコーナーいきたいと思います、はいはい、ちなみにラジオって普段聞いたりする？ワイパーラジオ、あ、ワイパーラジオは割と入る前から聞いてましたね。なるほど、出勤中とかに。おお、ありがたい限り、はい、だからケンタロウ、ケンタロウとケンタロウほどまではいかないかもしれないですけど、うん、シモンも十分、ね、あの入社前からワイパーの背景というか、うん、あの知った上で働いてもらってるみたいな感じ。そうですね、どんな印象だった、何屋さんって感じの子。僕結構店舗に割と毎月行くぐらい、あ、ケンタロウ、そう、まあ、古着屋回るみたいな感じで、うん、やっぱミリタリーアイテム欲しいなって思った時に、うん、あ、ごめんなさいみんなにアイテム欲しいなって思った時に、結構毎回買いに行ってて、すごいなんか最初はもう店舗しか行ってなかったんですけど、うん、YouTube あるのも知らなくて、おー、で YouTube がたまたま出てきて、あの海外入荷の動画で、うん、もうそこでびっくりしましたね。うわ、こんなこと、こんなサイトも知らなかったっけ、サイト見てと思って、それは新しいパターンですね、うん、店舗には足しげく通ってたけど、うん、YouTube の存在を知らなかった。全然知らなかった、うん、本当に何も知らなかった。逆パターンなんですよ大体皆さんでもなんかあの SNS じゃなくて前から知ってる人って案外うちの SNS 見てなかったりしますからね、はい、そうなの、うん、そうそう、けど今となってはその YouTube で見た海外入荷動画のあのミリタリーウェアハウスで常に働いてるわけですからね、そうですね、ですよね、はい、いやでも本当にこうどういう縁があるか分かんない話ですよね、うん、もう今回のね、ケンタロウとシモンに関しては、うん、そんな感じですもん、はい、じゃあ続いてのコーナーいきたいと思います、はいはい、ミリタリーショップワイパーの1週間の売り上げを発表するコーナー題しまして、ワイパーウィークリーランキング、はい、はいはい、ということで、今回はですね、あ、結構これに関しては今回、ワイパーインカーもちろんなんですけど実物品、そうですね、やっぱり入ってるので、シモンはちなみにあの米チームという欧米チーム、最も商品数ボリュームが高いアメリカ軍のところに配置されてますから、うん、なるほど、はい、じゃあ結構それに関連するアイテム多いかもしれないですね、はい、じゃあ早速いきたいと思います、はい、第12位はですね、こちらフランス軍モーターサイクルジャケットワイパーインクの WP102 番、うん、メルトンですね、はい、これに関してはピーコートタイプの、うん、まあ、フランス軍のヴィンテージということで、ユーロミリタリーとか着たりする？まあそこまで入るまでは着てこなく、うん、まあ、ドイツ軍ぐらいですかね。あ、なるほど。でも最近はもうすごい気になってます。お、ちなみに米ドイツチームですもんね。そうですね、米ドイツ、あと ルーマニアですね。ルーマニアか、けどなんかイメージ的にはユーロサープラスっぽいです。そう、なんか似合いそう、ね、そう、なんかね、あのユーミン&キューティーのキューチクみたいな、はいはいはい、ああいう感じのイメージなんですけど、結構その日頃のスタイリングは米軍なんですよね。お、なんかイメージは確かに、もう そ, うです、そこがまた意外だなと、うん、伸びしろですねそう、ちょっともっとね、なんか M47 パンツとか、そうそう、似合いそう。あ、47は持ってはいます、ね、なんか6号より47、あ、はい、確かに、まあ、確かに、まあ、うちでいうとあの坂田君とかがまあユーロ好きなんですけど、やっぱ若いイコールなぜかそういうふうにねイメージしがちなんですけど、うんうん、
いやでもいいですね、まあ、そういう選択肢うちもねいろいろありますからね、はいはい、これも非常におすすめなジャケットになっております。かっこいい、うん、じゃ続いて第11位はですねワイパーインクです。こちら USMC のコットンニットコマンドセーター WP1029 がランクイン。あ、はい、強いですね、まあ、クルーネック、はい、これはですね、まあ、ワイパーインクってなかなか多分倉庫にいると普段、うん、もうほとんど見る機会はないかな、ね、まあ、横木さんがたまに見せてくれるくらい、はいはい、うん、あのこれちなみに横木嫁のことですね。奥さんの方です。横木嫁はあのキムチがミリタリーウェアハウスなんで、はい、そうで、はい、そこであのワイパーインクの商品の出品をしてるからサンプルが置いてあるんです。色見本というかね、はい、合わせるためにね、そうそう、サンプル見ておーってなるぐらいで、はいはいはい、じゃあそこでチェックをすると。そうですね、はい、まあ、これも非常に昨年から人気のクルーネックのコマンドセーターですね、うん、はい、じゃ続いてこれがですね、お、米軍実物です。こちら第10位はですね US Air Force の PTU ジャケットのネイビーフード付き。お、はい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 、これはもうまさにピックしてるんじゃないですか。もう、はい、もうめちゃめちゃピックしてます ね、 ね、これはどうでしょう。これはこれサイズがめちゃくちゃ良くて、はい、今あるのが XL、XS と XLS だけ短めなんです、うんうん、そうなんですよね、身幅広くて、はい、これめちゃくちゃいいサイズですね。わかります、うん、ちなみに身長と体重は、あ、僕170センチで62キロです。じゃあほぼ自分と一緒だ、うん、ケンタロウもシモンもスタイルがいいんですよね、細い、うんうん、はい、じゃあやっぱり着るのあったら XL 全然いける。全然僕は丈が長いのはちょっと苦手ですけど、身、うん、幅は全然 XL とかでも全然。だから年見タイプですよ、うちで、うん、その本社組で言うとなんか、はい、どう、大きめもいけるしタイト気味もいけるしみたいな、うん、はいはい、じゃあ XLS とかなんかはいいサイズかもですね。そうですね、うん、結構僕は好きなサイズでした。おいいですね、まあ、これもまだ在庫あるかな、まだ、まだあります、うん、なんでおすすめになっております、はい、そして第9位はですねこちらはワイパーインクから WP111 番 M65 フィールドカーゴパンツ。はい、行きました。これも定番パンツです ね、 ですね、鈴木と安武がよう履いております。そ う、 そうなんです、うん、いやこれはですね、あのうちパンツ非常に人気なんですよ、うんうん、なんでワイパーインクちょっとなかなかやっぱ普段あれですけど、まあ、パンツはコスパもかなり高いの で、 そうです、ね、うん、スタッフも愛用者多数なんで、うんうん、これはかなり自信作ですね、うんうん、そしてそれに続きこちらも自信作第8位はですねワイパーインクの WP1028 番 OG107 のユーティリティパンツ。強いですねこれも、うん、これも、まあ、これ中村さんもよく白履いてますね。そうですね、白もう今年の夏はだいぶお世話になりましたね、うん、はい、まあ、これも私も今回白買ったんですけど、まあ、オリーブは当然のことながら他のカラーも非常におすすめになっております、はい、続いて第7位はですねこちらもワイパーインクから、WP1072 番モヘアニットのカーディガン、ソリッドタイプですね。もう黒がまだそうです、そうですあるからですね、はい、なるほど。コヨーテは完売してしまったんですが、まあ、ブラックはですねまだ若干在庫はございますね。まあけどこれもねちょうどいい時期ぐらいになったらもうサイズ掛けが始まるであろう感じになってきますからね、うん、ですね。そうだ、なんかもうリリースしてしばらく経ちましたけど、はい、まだ正直着るには暑いっすね。そうなんですよなんですがもう完売目前と、うん、なんで、まあ、これも時期来月ぐらいから皆さん着れるようになるんじゃないですかね、はい、うん、まあ、これは非常にいいですよ。いや今年からね、うんうん、モヘアコンになって、はい、すごいですねモヘアコンであの値段。そうっすよ、あの値段おかしいでしょ、おかしい、びっくりしました。で去年も言いましたけど私は別バージョンの時にも、はい、まあ今年はタウンクラフトの別荘はないんで、うん、あのもう心底言えますけど、はい、おすすめですって、はい、まあ、というような形でこれ実はですね、あの一応再販もこの冬ギリギリ多分滑り込みで間に合いそうなんで、急遽この間会議合ってましたね、うん、はい、うん、なんでちょっと先にはなるんですけど買い逃されたという方、まあ、好きなカラーサイズがですねもうすでにないよという方はですねぜひ再入荷通知お願いします、はいはい、続いて第6位はこちらは実物、これはですね特価ですね、実物新品デッドストックのイギリス軍のラフアドバンスドウォータープルーフジャケット。おー、はい、これは、いわゆるあのウェットウェザーパーカーですね、はいはい、イギリスは担当はじゃあまた別。そうですね、うん、あ、ちょっと離れてる。そうです、ちょうど両サイドですね、こっちがイギリスならこっちは米だぞみたいな、はい、感じになってますね配置が。イギリスちなみに誰が担当してるの。今北村さんです。あ、なるほど、彼もそうですね、北村ヤマピーですよ。そうです北村ヤマピー、はい、ヤマピーあれじゃなかった、前米軍じゃなかった。あ、そう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 、あそこで移籍して、はい、なるほど、結構その編成が変わってる。パワーバランスを取るのもやっぱりね、采配が必要で、はいはい、そうなんです。じゃあここに誰を配置して、はいはい、
まあ、でもイギリスもやっぱ人気ですもんね、うん、最近ロイヤルメールだったりとか非常によく動いてる印象なんで、はい、結構忙しいかもですね、はい、スラントもすごかったですし、うん、そっかそっかですね。なんでイギリス軍もかなり目が離せないアイテムたくさんなってます、うん、はい、そしてこれはですね第5位はですねこれ多分大変だったかもですね、これ米軍です、実物米軍エクワックスのジェネスリーのポーラーテックのフリースのファーストクオリティ、おーファーストが、はい、はい、これはピック大変だったでしょう。昨日僕一応僕が担当なんで、はいはい、やりましたね一人で。そうそう、まさにだってね週末からの週明け月曜日明けて今日火曜日なんで、昨日言ってましたもんね、はい、ちょっと違う業務が、はい、ジェネスリーのフリースがあるんでちょっと支障が出るかもしれません遅れるかもみたいな逐一報告上がってきました、はいはいはい、いや嬉しい悲鳴ですけど、ね、いやそうです、いやエグイン買ったんじゃない量はそうですね、ファーストクオリティは特にやっぱ、うんうん、すごい人気だったんで、ですよね、うん、さあ、今回特価で先日からご紹介したんですけど、フリースのユーズドとファーストクオリティを出したんですよね、うん、はい、でファーストクオリティはやっぱりその状態がいいものってなるとそれだけ数が出にくい、うん、はい、中でやはり皆さんファーストクオリティからやっぱ購入されてる人か、うん、そうなんですよ。だからミリタリーウェアハウスの難しいところはそこからピックしてさらに梱包する人が検品チェックするでしょ、うん、そしたらファーストクオリティじゃないというジャッジで下がるリトライになるんですよ、はい、そうですっていうケースがあるんです。これはスラントもしっかりなんですけど、うん、だから結構そのこっちのピックに比べるとその2倍3倍時間かかるケースがまれ、はいはい、にじゃなくて結構ある、そうか、そこが大変なんですよね。ワイパーインクとかってもうちゃんともうきちっと製品として上がってるから、はいはい、まあ、品質問題ないけど、はい、実物特にユーズドは、はい、そうですね、コンディションのチェックが何十人も入るから、ましてコンディション A とかファーストクオリティって歌えばなおさらそこの責任は、うん、重大なんで、うん、チェックの項目も増えるし、そっかそっか、これはちょっとって弾かれるとまた現場にもう一度これくださいって言って探してみたいな。そうですね、ファーストクオリティは特にやっぱ、はい、名前通りなんで、はい、もういや新品やろぐらいのやつを届けるつもりでいかないとっていうのもあるし、昔入ってきたのだとやっぱ保管するとですね、はい、ちょっとやっぱユースかなっていうのもあるんで、はい、そこも大変でしたね。ここがだからまあこのなんだろうな、肌感とやっぱここのねミリタリーウェアハウスのやっぱベテランはでかいんですよ。確かに。わかりますか。もう長年携わってるからこそこう早めに判断ができるとか見るところがわかるみたいな。だからそういうのを経て皆様のお手元に届いてます。そっか。これ結構だから誰でもっていうよりかある程度経験が必要なんですよね。だってもう全然知らない、例えば、まあ、うちのねミリタリーウェアハウスで心強いけどパート主婦の皆様ですけど、はい、主婦の方が初日に入ってこれ何じゃないですか、まず、まあ、そもそもねなんだこの軍服みたいな、はい、そしてこんなにディテールあってチェックする箇所多いのみたいな、はい、そっからやっぱ慣れて、うん、もうこの経験値はやっぱプライスレスというかね。これは特殊スキルですね。そうなんです。マニアより詳しいと思います。そうなんです。確かに本当にすごいですよ、ね、皆様のお手元に届いてる。結構だからなんかこう常連の皆様はいい、めちゃくちゃ状態いいもの届きました、うん、ありがとうございますみたいな声いただけるんですけど、そういったね苦労もありながらのもとなんで、うん、そっか、そうですね、そうですね。だからもう米軍のもので部品が届いたらシモンのせいだちょっと急に来たな、はい、という責任感を負って日々、はい、そうですね、責任感を表に出るからに、うん、私たちもそうですけどね、はいはい、という責任感を背負うそうですね、場でもありますからね、はい、まあ、見える。だからこれで皆さん、ね、米軍のものの背景にシモンの顔が見える、はい、あでもお客さんも安心するんじゃないですか、ちゃんと誰がやってくれてるって人の手が見えると、ね、はい、ケンタロウならオーストリアとかね、うん、スウェーデンとかねありますから、スペインとか、うん、そうですね、まあ、けどこれは大事なことかなと私は思っております、うん、はい、それになんかこう逆になんかだからこそ安心できるし、うん、こう寛容になれるというか、はい、まあ、もちろん自分たちも頑張らなきゃ責任も出ますしね、はいはい、だからもう今日ミリタリーガスに戻ったら指紋の検品がさらに厳しくなるだろうね今日もまだセール継続中なんで、はい、ですよね、入ったらやります、はい、うん、はい、ですね、なんでちょっとぜひですね、今後もちょっと実物を購入の際はですね、はい、まあ、そういったところもちょっとこう考えていただけるとすごいこう面白いかなと思います、はい、そしてそのまま、引き続きですが、先ほどの5位に続きまして第4位がですねこちら、実物ユーズド米軍の、はい、ジェネスリーのポーラーテックの通常のユーズド、通常のユーズド、はい、まあ、でもこっちの方が数としては多い、もうすごいですね、圧倒的です、うん、運マンですからね、うん、まあ、運マンの数をストックしておりますからワイパーは、うん、はい、じゃあそこから
ちゃんと検品をしてチェックしてっていう感じで。そうですね、はい、別倉庫にいっぱいあるんで。ああ、そうかそうか。そこからまず持ってきて、はい、さらにそこから小分けして、そこから一人一人してっていう作業になってます。目にしない日がないでしょうね。しないですね。どうあがいてもどこかの視界にはいますからね。はい、はい、A チームは一体何人でやってるの？まあ、4.5 人。あ、4.5 人。あ、でも結構。0.5 が GoTo ですか。あ、そう、GoTo です。そう、タノとね、シモンとね、とパドさん2人。はい、はい、はい。でも結構じゃあ、一番こう人員はそこさ、まあ、物量が多いだろうから。そうですね、多分、米が一番多いし、うん、その、パートさんの2人もベテランなので、うん、あ、なるほど、もう僕よりやっぱ全然知識がまだ、うん、そうですね、姉御肌の2人ですよね。はい、はい。助かってます。価値と。なるほど、はい、じゃあもうそこのこうお姉様たちにこう慕われて、ね、可愛がられてるんですよ。だから、はい、要はミリタリー言わせでも若手じゃないですか。うん、若手なんですよ、はいはい、だからやっぱ可愛いでしょ。うん、いや、もう助けてもらってますね、本当に、うん、そっか。じゃあ男子だったら最年少。最年少ですね。おお、じゃあそれはね、みんな皆さん可愛がるでしょ、弟さんみたいな。そうそうそう、ここだってもうシモ以外のメンバーとか誰も可愛らしさはないですね。一切の可愛らしさはありませんよ。一強です。とか唯一の20代。はい、そうです、そうです、はい。いいですね。いや、こう期待値大な、はい。はい。というような感じで、こう、じゃ実物がですね、これで続きました。はい。はい、ですね、第3位が、これはですね、すでに完売しちゃいましたが、ワイパーインクの WP1044 番、クワックスジェン2のフリースパンツ。ああ、これはね、思い出深いです。ちょうど先週の火曜日の出来事でしょう。はい。あの、10万人プレゼント、はい、当選発表の日に、ジェネ2販売してますよって言ったら、うん、パンツはもうなくなっちゃってたっていう、あの途中からほぼ。そうなんです。早かったですね。パンツやっぱ人気ですね、このスウェットパンツにしかりですけど。そうですね、うんうん、特にあのパンツはほら実物にないものなので、うんうん、本当に唯一無二というかね、うん、はい、あ、でもなんかあれはちょっとこう自信がつきましたね。なんかこう、はい、リプロダクトじゃないと価値がないのかなって思いきや、ちゃんとワイパーが提案する。そうですね、うん、01パターンですからね、はい。まあ、そういったところでも好評いただいて、まあ、今ちょっと完売にはなっちゃったんですけど、はい、これはそうですね、ちょっと、まあ、ポーラテックって結構作るのに時間がかかるので、まあ、今期は正直ちょっと再販は難しいんですけど、はい、まあ、ちょっと来期はこれも踏まえてちょっとまたやりたいなとは思いますので、うん、はいはい、ぜひですね、来年お待ちください、はい。そしてですね、先ほどの第3位に続いて第2位がですね、こちら米軍のジェネ2ワイパーインクの WP1018 番、はい、はい、これは昨年に引き続きですね。懐かしいですね、うん、はい、去年は川島さんが多分この時期に来てたんですよ、福岡に。ああ、そっか。ですよね、はいはい、あれから1年ぐらい経つんだと思って、うん、なんかこのジェネツと LVC ってそのイメージが強くてですね。確かに、はい、店舗でご購入いただいたんですよね。でしたよね、はい、そうそう、ちょうど販売時期だったから店舗で買いたいんですよね、はい、そうそうそう、うん、ジェネツと LVC ご購入いただいて、そこからもご愛用いただいて、うん、先日川島さんは誕生日を迎えておりました、はい、9月12日、はい、ハッピーバースデー、うん、川島さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、これに関してが、まあ、今回そのネイビーコヨーテも増えたということで、はい、まあ、選べる3色展開ということで、まあ、より昨年よりもですね、バリエーション豊富に選びやすくなったんじゃないかなと思います。やっぱ USMC をホーストさせるコヨーテ、まあ、これはなんとなくこうイメージつくんですけど、はい、やっぱネイビーでしょ、新しいのは、はい、うん、でもネイビー結構パンツもすぐなくなっちゃったりで、ね、ユーロサープラスをちょっとこうイメージさせるような落ち着いた上品なネイビーの米軍背景ですから、これも先ほどのパンツと同じようにこう唯一無二というか、そう、うちだけのワイパーなりのストーリーがあって、はい、作りましたというシリーズですからね、うん、はい、まあ、これに関してちょっとまだ在庫ございますので、うん、数がすごいですか、はい、しっかりだいぶ用意してましたので、はい、ゆっくりちょっとお選びください、まあ、言うてもね、はい、冬のアイテムですからね。そう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 。この真夏の残暑厳しい中ご購入いただいている皆様が本当にありがたいですけど、はい、本当そうなんですよね。だからこう欲しい、やっと寒くなったって時にないっていうのが結構多いので、大体おしゃれはそれつきものですね、うん、シーズンものはもう立ち上がりが一番いいものがあって選べるっていう、はい、なんで、まあ、ちょっとなるべく早めにゆっくり選んでください、はい、なるべく早めにゆっくり選んでください。どっちどっちちょっとまあゆっくりしつつもちょっと焦った方がいいかもよっていう、はいはいはい、最近ちょっと鈴木さんに様子がおかしいんですけど、はい、最近もうあれだね、もうなんか YouTube 見ててもう完全にお前の NG 集がもうそうそうそう
戸高のあれだろうけど、さじ加減だろうけど、はい、あれね、悪意感じますよ、ね、あの別にちょっと入れりゃいいのに、もう余すことなく全部入れてすべ、ね、て結構今まで1個は1個かなと思ったら2個3個全部こうね詰め込んでくるから、はい、どんだけ NG 出しとんねみたいなのそうなんですよ、はい、まあというのは置いといて、はい、今週の第1位はこれですよ。これもう皆さん予想ついてると思います。でしょうね、はい、こちらですね、リーバイスの、LVC506WX の48サイズですね。はい、来ました、はいはい、納得です、はい。まあ、これはですね、リーバイスのエクスクルーシブモデルとしてワイパーだけの取り扱いのサイズ展開と、うん、これね、ちょうどこの収録の朝に妻から連絡がありまして、はいはい、会社の人が YouTube 見て48欲しいって連絡してきたんですよ、はい。奥さんに欲しいから買えないのと問い合わせが入ったと。鈴木さんの旦那さんに聞いてみてって何すごいですね。そうだから結構聞かれるらしいですよ、はいはい、あの N1 が欲しいけど、はい、サイズ何聞いたらいいか聞いといて。鈴木の奥さんは職場でワイパーの鈴木さんの奥さんっていう認知すべきそれはなんかすごいです ね、ちょっと下手なことできて、はい、なんか芸能人の妻みたいな。確かに、ね、いや でもっていうぐらいにこうやっぱうちの商品が、はいがすごい魅力的ですっていうようなお客さん多いらしいですよ。わかります。けどなんか一定のラインありますよね。なんかこう、うん、あのまあ良くも悪くもですけど、普段連絡してこない人が連絡してくる商品ってあるんですよ。ああ、わかります。はい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 、あの私にはニューエラの別注とか、うん、そのリーバイス LVC とか、はいはいはい、もう多分プレネがつくんじゃないかなぐらいに、ね、事前のこのみんなの熱量が高いものの時に。うん、普段全然連絡ない人から連絡が来るこの何とも言えない気持ち、はい、久しぶりですね。で本題はみたいになったらそれみたいな、そっちかいお前そういう時だけかい連絡してくるのはみたいなあるあるですね、はいはい、でもさ、そのやっぱファッションずっとこう携わってるだろうから、はいはい、こう友達とかからワイパーいるんだっていうような連絡とかあったりする？まあ、一人中学の友達から来ました、ね。あ、そのミリタリーウェアハウスか何かを見て、インスタを見てってこと？ YouTube の、あの動画を見て、はいはい、なんかそのワイパー入ったの？あ、じゃあ急に十何年ぶりぐらいにないんです。すごい。いやけどいいですね。そうやってまた縁が復活すると言いますか。ね、はい、あ、でも嬉しいな。その20代のじゃあお友達もワイパーを見てるってことなんですか？そうですね。うん、もう全然僕ももう関わってなかったんですけど、うん、まあ、洋服好きみたいで。でミリタリーアイテムとかをワイパーで買ってるって言って、はい、いいな、うん、うち結構20代あんまりお客さんとしては層は比較的少ない方なんです。そうなんですよ。そうそう、まあ、なんで、まあ、そこら辺をですねちょっとこうどんどん広げていきないたいなっていうところもあるので、このシモン君の活躍はですね、はい、ちょっと今後期待したいなと思ってます。頑張ります、はい、貴重な若手ですからね、はいまあ、というような形でこれはですねちょっとまだ在庫ございますので、はい、まあ、ただ去年よりも初動はいい気がしますね。確かにね、うんですね。まあ、一応ちょっとかなりの膨大な数は作ったんですけど、そうです、どうしてもその大人の事情でね、はい、だからこそハードルが高いので、まあ、今年もできるか分かりませんよという感じでずっと言えなかったんですけど、情報解禁までは。いやけどすごいんですよ。だって私が買ってるバレンシアの LVC の44でさえも自分が5万ぐらいで買ったんですね、はい、2,3 年前に、うん、もう8万9万10万とか高い人では15万つけたりするから、そのリプロっていうか復刻の LVC でもさえもちょっとアメリカ製もめちゃくちゃ高いですし、うんうん、ってなると日本製のカイハラでメイドインジャパンは同じような道をたどっていくんじゃないかなと思うと、下がることはまずないかなと思って。確かに、あ、そういう、ね、資産価値的な意味で。あとはまあやっぱ自分はワイパーに携わってる人間としてのこのメモリアルな、はいはい、感じでの一着としてですね、うん、はい、いやこれちょっと僕リーバイスの店舗に働いてる友達がいるんですけど、なんと前回去年か、うん、もうどうしても欲しくて、はいはい、あの2人とも買いに行って、あ、お店に店舗で買ったって。まマルが接客しだすか、どうなんですかね。なんかもう誰がおったかまでは聞いてないですけど、もう試着してもういいよねってなって、もう一件ワイパーエクスクルーシブをリーバイスの店舗で普通に来て接客してるらしいです。それでも怒られそうですね。それ欲しいんですけどって、あ、これないんですよ。あ、そこは一緒に立ち会ってないわけね。あ、そう、僕あの全然、うん、リーバイスの店舗の人なんで。リーバイスのショップスタッフの子が
ワイパーの店舗でエクスクルーシブ48を買って、リーバイスの店舗で来て接客をしてる。そうそう。まあ一応もうワイパーでもう、あの、売り切れになった後に、一応、はい。っていうので、来たらしいです。売り切れになったというところだけが筋を通してるだろうってことで。でももうめちゃくちゃ話題だったらしいです。すごいって言って。いや、すごいですね。その熱量ありがたいですね。いや、もう、一見、僕も欲しいなって思うけど。あれはすごい。そうですよね。だからそのリーバイスのスタッフの方でさえも通常では手に入らない、そう普通で買わないと買えないという、絶対買えないですね、まあ、ちょっと申し訳ないところもありますけど、っていうぐらいにうちだけ、世界でもうちだけなんですよ、ね、そうなんですよ。だからやっぱりこう、はい、長い目で見てね、うん、そう言われるとちょっとがぜん買っとこうかな、やっぱり。そうですね、うん、多分自分の場合はその着るまでにその一手間二手間かけないと着れないんで、うん、そのコインランドリーに行って、はい、洗って縮めてからそこが多分奥になってるだけなんでしょうけど今、うん、それさえクリアしてしまえばガンガン切れるんでしょうけどね。あのこれですね、大阪にも持って行ってますので、はい、だから本日ひょっとしたらポップアップでご購入いただいてるかもしれない、はい、そうですそうです、はい、なんで明日ご来店のお客様も、はい、あの一応、在庫がもしあればですし、なくてもあの丸だったりの着用サンプルもありますので、うん、あ、それを持っていくって言ってました。そうそう、昨日昨晩確認しました、丸、うん、あの去年の伊勢丹のようにあった方がいいから持ってこいよって言ったら、うん、もう持っていくって言われても持っていくぐらいの感じの、はい、なんでもし完売しててもそれを試着してなんとなくイメージつければそのままネットで、うん、オンラインで注文することも可能ですので、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでだいぶ長くなっちゃいましたが、ワイパーウィークリーランキングでした。これランキングでしたか、まあ、どっからかフリートークが始まったような展開になってました、ね、LBC の1位の話から膨らみましたね。じゃあ、じゃあということで、じゃあ次のコーナーなんですが、はい、はい、コーナーはありません、フリートークでございます。そう、先週に引き続きもルーキーにフォーカスしてフリートークをしようということで、はい、はい、じゃあどうしようかな、まあ、あの前回質問とかしましたけど、はい、まあ、ちょっと普通にざっくばらにいろいろ話をしていこうかと思います、はいはい、じゃあシモン君が今年が26歳。そうですね、今年26です、はい、1900違う2000、いや98年、98年生まれか。98年といえば何があるかな。98年、オリンピックとか何があったかな。オリンピックはドーハの悲劇かな。98年、何かな、ワールドカップがあった気がする。98年、あ、違うかな、あ、日韓の前です、うんうんうん、日韓の前ってどこだっけ。アメリカ、どこだったっけ。なんかワールドカップ嫌な気がします、ね、確かにワールドカップだったです。まだマラドーナが最後の大会じゃないですか、多分。バティストゥータ、マラドーナ、カニーヒア、アルゼンチン全盛期。あ、サッカー好きなの。まあバスケの方ですよ。あ、バスケ。僕はバスケ好きですけど、はい、まあ、サッカーは割と、はい、もう見て、あれ、その大会がコロンビア、バルデラマ、イタリア、バッチオみたいな。違うかな。もう俺ら年っすね。出てこないな。98年。フランス？フランス？それもう一個前か、俺。ちょっとわかんないな。98年。日韓の前ってフランスじゃなかったっけ。あ、ジダンの大会か。じゃあ俺とかもう94年のこと言ってんだ、今。ジジイだな、俺。98年はですね、映画タイタニックが大ヒットしました。そしてスマップの夜空の向こうが年間売上第1位。そして踊る大捜査線の映画が公開と。ああ、ちなみにワールドカップは、98年はブラジル、フランス優勝だからフランス大会かな。フランスで開催されてますね。あ、94年のことを私言ってますね。先ほどのあれは。98年はもうジダンですね、はい。ロナウジーニョとかの時か。これは。ああ、懐かしいな、はい、まあ。っていうぐらいに若手なんですよ。そうですね。はい、じゃあ、その、一応、ワイパーに勤める前も、一応そのセレクトショップだったりで、そうですね、セレクトショップでアパレル店員をしてました、うん、っていうことはその大学生からやってたの。そうですね、ちょっと僕大学中退しちゃったんですけど。あ、そうなんだ。そうなんです、大学中退しちゃったんですけど、その大学生の時からアルバイトをしてて、でそのまんまっていう感じです。あ、じゃあ、なるほど、すごいな、ずっとじゃあアパレル一筋で。僕、そうですね、仕事はもうアパレルだけでした、はい。あ、すごい、アパレルのみか、職歴、ね、職歴はアパレルのみです。生粋の職歴だだと思います。まあだからでしょうね、だからこうなったんでしょうね、うんうん、確かに。その大学生の時はじゃあそのファッションが好きで、もうアルバイトでそういう洋服屋さんで働いて
そうですね、もう、まあ、なかなかアルバイトで働けることってなかったんですけど、うん、ちょうどコロナの時期、うん、大学がちょっとこう、はい、あんまり行かなくてもよくなったのが、まあ、いろいろあって、はい、アパレルで働きたいなっていうのもあったんで、そこで入りましたね。そっか、じゃあそっか、もう4年5年前とかって言ったら本当に学生ぐらいの頃だったってことか。そうですね、まだ学生。あれ、じゃあワイパーラジオ1回目の時ぐらいがそのまだ学生だったって時かかもしれないですね。もしかしたら。そっか、すごいな。そう考えると、まあ、我々もなかなか長くやってきたなっていう、ね、そうそうね、感じがしますよね。そう考えたらね、はい、すごっ。そっか、じゃあそのままじゃあ洋服が好きで、福岡に戻ってきてもう、はい、じゃあずっと洋服屋さんで働いていたと。そうですね。おなんでまたこうワイパーに入ろうと。なんかこうアパレル店員やってる時に、まあ、専門職っちゃ専門職なんですけど、もっとこう洋服のこう専門的なというか、もっと深いところをもっと知りたいって思って、うん、そこでやっぱミリタリーって本当に歴史が深いし、全然僕も何も知らなかったんですけど、すごい興味があったんで、うん、で今 YouTube とか見てて、まあ、ミリタリーウェアハウスとかも見て、やっぱすごいな、こう福で働きたいなって思ったのがきっかけでした。うんうん、確かに、まあ、自分もまあずっと福岡だったから、うん、こうメンズでそういう選択肢を探すと結構やっぱ自然とみんなワイパーにたどり着くことが多くて、それはなんとなくわかるかもしれない。確かに当事者でありながら、うん、まあ、なかなかそのね、あのやっぱ時代は変わったといえ、結構やっぱアパレルって関東地区の方に本社があって、うん、その拠点が向こうにあるから、うん、こっち拠点で大きな規模でやってるところって少ないですよね、うん、特にメンズになっちゃうと、はい、さらに、うん、っていう状況なんで、選択肢が九州福岡の場合ちょっと狭まるんですね、うん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 、そうなるとやっぱこう人になってくるだろうなっていうのはなんとなくわかります、うん、はい、じゃあそこでワイパーでアルバイトを始めて、で、まあ、先日から正社員として働いたと。そうですね、はい、9月からですね、うん、だから先日ちょっと健太郎とシモンと3人でちょっとお酒飲みながらお話をしたんですけど、うん、まあまあけどやっぱたくましいですよこの2人は。おそのなんかまあ仕事の話はやめとこうねって言って始まったんですけどはい、はい、まあ結果仕事の話そのなんか嫌な感じじゃないはずです、はい、おそらくその自発的な意見を出してもらってるんで、はい、まあまあなんか健太郎の時も言いましたけど、なんかミリタリーウェアから発信する情報っていうのが今後出てくるんじゃないかなって思うぐらい、この2人はそのポテンシャルを秘めてると言いますか、おやりたいこととしてビジョンがあるので、うんうん、そう、先日あの健太郎くんインスタ始めました、ね、はい、そうですね、健太郎のアカウント自身になりますけど、はい、じゃあそうなると指紋ワイパーも、指紋も来るかも。そうですね、まあ、とりあえず MQC を中心に僕はやって、もうちょっとあの時間を置いて、はい、そうですね、満を持してタイプです。なるほど、健太郎はノープランなんでもう突き進みますけど、はい、そうなんです。まあ、でもなんか結構やっぱりそのまあ、初対面、僕もあんまりこう普段なかなか絡むことないんですけど、うん、映像とかで見てても、あ、なんか本当にこうなんかミリタリーが好きっていうよりか服が好きなんだなっていうのをすごい感じたというか、うん、服全般がすごいやっぱいろんなものを取り入れてるっていうか、はい、こう貪欲に好きなものを突き詰めてる感じがするなって思って、うん、だからなんかすごいこう、まあ、うちもその軍物屋ではあるんですけど、うん、アパレルっていう側面の方が強いから、はい、まあ、こういうようなスタッフがたくさん来るとすごいお刺激受けます ね、 いいすね。逆に言えばシモンの26の時、まあ、自分もアパレルでしたけど、そのなんだろうな、自分がアパレルの時26の自分でももう店長とかで、うん、年下か上でも1個2個上しかいない、その周りの店舗のスタッフと横のつながりでつるむみたいな、まあ、ちっちゃい店舗だから 2,3 人しかいないですか、自分の店舗は。だから今のこの環境、26歳で44の親父がいてそのこんだけ離れた人たちと一緒に働く環境って自分はなかったんで、この世代の時は、はいはい、なんか羨ましい気はしますけどね、うん、どうかな、なんかこう、まあ、やっぱ世代のギャップを感じたりとか。どうですかね、僕、まあ、前職もどっちかっていうと上の人、上の人が数人いてっていう感じだったんで、うん、まあ、そこに関してはそんなにというか、逆に同世代の人が少ないことが最初はめちゃめちゃ違和感というか、はいはい、自分がなんかまた外れなこと言ってるんじゃないかっていう、なるほどなるほど、なんかそこはちょっと怖かったとこあったんですけど、はい、そっかそっか、じゃあ、まあ、確かにうち結構20代はまだスタッフとして少ないですもんね。そうですね、もうスバルとかのイメージですかね、うん、前に出てるスタッフでいけば。そっ
か。でもなかなかこう倉庫にいるとこっちにいるスタッフとも交流が少ないだろうから。そうですね、うん、なかなか喋る機会はないですね、うんうん、そういう意味では健太郎志門が、まあ、そこの、まあ、このミリタリーウェアハウスとこっちの本社のビルの距離感をぐっと縮めれるんじゃないかなというか、逆に言えばミリタリーウェアハウスだけで発信ができる拠点になってほしいなと思って、うんうん、確かに、まあ、なんかこうインスタにしてもまあ YouTube とかもですね、まあ、こっちで基本撮って撮影してはいますけど、まあ、それをこう自分たちが行かずとも向こうでそっちもそっちでできたりしたら、そうなんですよ、こうより面白いし、なんかこうそれがこうお互いをこうつなぐきっかけにもなるし、そこならではのやっぱ発信できる情報というのはたくさんあると思うので、うん、まあ、そこをね担ってもらうであろうという感じの熱い話をしましたけど、はい、うん、こう YouTube とかそういうのって、まあ、若いとは思うけど、なんかそういうのってこう出ることとかに抵抗あったりとかする？いや正直全然僕はないというか、うん、あんまり喋るのは得意じゃなかったんで、うん、どっちかっていうとラジオ大丈夫かなって、うん、今が一番、ね、そう今が一番、うん、嫌いだったらここにいないだろうだから間違いなく、まあ、顔出したり名前出したりするのはあんまり気にしないですね、うん、はい、そう、あの思うのが、あの今ってこうショップ店員さんとかってもはや目の前の対面の接客ってよりも、うん、例えばウェアとかインスタを使って、うん、そう不特定多数の人に発信するのも、うん、もうもはや仕事の一環なのかなと思ってて、うん、はいはい、だからそういうことをこう自然とできる人がすごい増えてるなと思うから、うん、まあ、そういった点でシモン君はなんかインスタだったりとかもすごい こなれてるというか、うん、なんかこ う, そうす、ね、もうすでになんかやり慣れてるみたいな感じ。そうなんですよ、最初に上げた投稿だったりリールもなんかもうなんかこなれ感はあるなっていう、まあそれはそれで違う壁にぶち当たってるんですけど、あ、そうだ、逆言えば、はい、そう、伸びしろの健太郎か、まあ、いきなり壁にぶち当たったシモンかみたいな、できるがゆえに、なるほど、はい、ないものねだりですけどね。でもなんかそういうのをこう発信して楽しいって思えるんだったらすごくいいなと思うけどね。そうですね、なんかまあ、スタイリングとかやっぱ昔からやってはいたんですけど、うん、編集とかって本当初めてだったんで、あ、なるほど、なんかどんどん楽しくなっちゃって、うん、まあ、さっき壁にぶち当たったんですけど、うん、やりたいできることが増えていけばいくほどごちゃごちゃして、うん、っていうのが最近詰め込みたがるんですよ、テクニックを欲張っちゃう、ね、そう欲張っちゃう欲張っちゃう、まあ、そうなりがちですね、うん、俺もそうですけど、こう覚えたことをやりたいというか、はい、使いたがるというか、うん、言葉にしろ技術にしろ、はい、うん、そうですね、まあ、もちろん、うん、まあ、僕もそれありますけど、なんか自分で全部完結できや楽なんですけど、うん、なんかやっぱもうそれじゃあやれる限界があるなと思うから、はい、うん、だからこそ中村さんとか、ね、もう演者として確立されてるから、うん、じゃあ他のことを他のスタッフに任せるとか、うん、シモン君だってさ、それをスタイリングをするんだったら、じゃあなんなら他の人をスタイリングしてあげてももしかしたらいけるかもしれないし、なんかやりたいですよね。だからなんかミリタリーハウスで商品企画も前職で携わってたみたいなんで、その企画を投げる側としてはですよ、うん、あ、でもそういうアイデアはめちゃくちゃ欲しいです、ね、いやいやだからミリタリーウェアハウスのリメイクアップサイクル系のネタとかは現場ならではの声をね、うん、フィードバックしてあげるのもありなんじゃないかなっていう感じで、うん、やりたいことがたくさんこう話してるとどんどん出てくるっていう、もうそれっていい環境というかいいことじゃないですか、うんうんうん、確かに、まあ、あのまあ、だからそれこそいろいろやりたいことがありすぎて欲張っちゃう、まあまあ、そうです、確かに確かに、ただね、確実にこなさないといけない業務もあるわけです、うん、特にミリタリーウェアハウスは今からが、ね、今からがこの秋冬は入荷量も含めて、うん、そうですね、そう、いやでも どうですか、こう仕事はこう刺激っていうか、なんかやっててこうどういったところでこうやりがいを感じたりとか。そうですね、やっぱもう物量というか、うん、実物とかやっぱそういうところってなかなか普通の人だと目に入るものではないですし、うん、まあ、服好きとしてもやっぱこうすごい刺激的というか、うん、まあ、そこが一番僕は楽しいポイントかなとは思いますね、うん、いいね、なんか結構そのそれこそ海外とかの倉庫とかも行ったりしますけど、うん、まあ、そこら辺で実際に見たものが入ってくるみたいなこととかも、だからみんなにこうそういう風なリアルにこう味わってもらいたいなっていう気持ちもやっぱあるから、うん、なんか よりそうなってくると、なんかすごいこうその入荷してきたものの大変さっていうものがこう実感できるというか、うん、でしかもあれなんですよ、今の海外で思い出しましたけど、海外留学の経験もあるんで、あ、そうなんだ、多少なりとも英語 の免疫はある。ちょっとですけどね、ちょっとね本当に。どこ行ってたの？
ニュージーランドに行ってました。あ、じゃあまさにそのファームステイみたいな感じで。そうですね、はいはい、ちょっとだけですけど。そうなんですよ。あ、じゃあ高校生の時とかに。大学1年生の時かな、はい、あ、いやでもいいですね。そういうようなことにじゃあ関心があるってなるとすごいこう可能性は広がってくるというか、うんうん、そうなんですね。やっぱ英語はね、ちょっと今後のね、伸びしろの部分のウェイトを結構占めてくるなと思ってて、うん、だから来年、まあ、まだ分かんないですけどね、今年の春行いましたガレージフェス、うんうん、第2弾があろうもんなら、はい、やっぱり来年はケンタロウとシモンがミリタリーウェアハウスにいるっていうのは心強いんじゃないですか。確かに。だって皆さんからしてもね、もう馴染みのキャラになってるであろう、うん、来年の春には、はい、さらにね、うん、っていう感じなんで楽しみですけどね、うんうん、じゃあこう今後なんかこういうことをしてみたいなとかなんかある？そうですね、僕ミリタリーに対する知識がやっぱ全然乏しくて、入ってからまあ割と経つんですけど、業務を覚えることに精一杯だったんで、こうこれからはもうちょっとこう知識をつけたいっていうのが今一番考えてることですね。なるほど。そっか。でもそれができるようになったら多分こう目の前でこの商品はっていうのも喋れるようになるし、だからミリタリーウェアハウスにこちらから出張組が行く必要がなくなる可能性があります現場からお伝えできますって競りと思うけど、競りもね、そうですね、まあ、あのうちのねミリタリーウェアハウスの競りもあのこの間ミリタリーウェアハウスのミーティングして、はい、そういう動画の話になったら、いや俺全然出ますよみたいな。おお、すごいむしろあれセリそういうキャラだったら喋りは下手くそだと思いますけど出たいですよむしろみたいな。すごい。そう、意外なんで、だからじゃあこう次ミリタリーウェアハウスの動画撮るときにちょっと、まあ、ずっととは言わず、うん、いくつかの商品の時だけちょっと出ようねって話をしてるんで、うんうん、おなんかもう目に見えてちょっと今までとは違う、さすがにもう走行のスタッフならではのそのね見解というか、うん、見方のアイテムの紹介とか絶対いいじゃないですか、はい、だから楽しみにしててください。あ、でもそれめっちゃいいっすね。セリさんはすごい、もうちょっと知識量は本当にすごいんで、うん、なんかこうこっちもなんか気を使ってなんかあいいよいいよって思ってたのが、はい、案外実はそれが取り越し苦労だったのかもしれないっていう、お前最も嫌がるタイプじゃないのかなと思ってたんですけど、はい、いや全然俺全然言われたら出たいですけどねみたいな、案外だからそういう人多いかもですよ。そうです、だからうちで言うと GoTo 以外はみんな出たがりなんですね。GoTo はガチいいよ。GoTo はやっぱもう堅くなにですけどね。やっぱ宮崎か GoTo かです、ね。まあ、いや、はい、やっぱいますよ、やっぱ。リアル NG。はい、うん、あ、そうなんだ、うん、いや。でもなんかそれいいですね。いいでしょ、うん、見たいですね。やっぱ楽しいんじゃないかなと思う、そっちの方がみんなも。うんうん、ね、いつもね、毎回なんか見慣れた顔ぶれよりそうっすよ、ね、もう鈴木と中村の顔は見飽きたですよね、一番もう横木田ウッディはしっかりですけど、さらにそこからとしみもね、丸、うん、七、太一、いますからね、みんなちゃんとキャラ立ってますからね。そうっすよ、はい、桃なんてもう立派な学生とは思えないぐらいのクオリティですから、まあ、なんでそういう意味ではすごい今後ちょっと倉庫楽しみですね。そうなんです、うん、本当に、はい、ケンタロウ、シモンのこの登場の機に、うん、なんか目に見えて新しいことが進んでいくんじゃないかなという期待値が膨らんでます、はい、うん、はい、プレッシャー感じてない、だいぶ頑張ります。自発的には言ってますから俺が今言わせてこう仕向けてる感ありますけどまあね、うん、頑張ります。はい、はい、いや、いいですね、まあ、ということで今日はですね、ちょっとサイモン君、はい、サイモン君、シモン、あ、ごめんなさい、全然聞いてなかった、ね、今のボケなんでちょっと拾ってあげてもらっていいですか。ちょっとまだ初心者だったな、油断してた、鈴木がボケしてくるのレアだから、はい、レアケースだから対応できないのも分かるけど、いやでもなんかちょっとこの外人顔だなと思ってこうなんかあのシモンって書いてるとこうすごいこう、はいはい、サイモンみたいな、ああなるほどね、たまにワッペンついてますもんね、BGU にサイモンが、そうそうそうみたいな感じであだ名でどうかなと解説ちょっと最後に勉強します。ナイスファイトス、はい、そう、まあちょっと多分あのなんだかんだ前半いろいろ喋っちゃったから喋り足りないかもしれないですけど、まあまあまあ、けどなんか指紋らしさは出てた気はしますけど、うん、いいですね。いやだからこれ今回ルーキーというルーキーウィーク2つ続けましたけど、ベテランウィークあるかもしれない、うん、あミリタリーウェアハウスのさっき言ったセリとか、はいはい、見たいです ね, ね、あるかも、いいね、北村頼って、あ、そっちもいいな、そう、 GoTo 以外は GoTo は無理でしょうけど、うん、GoTo は絶対無理、はい、それがありえると思います、ね、見たいですね、まあ、ヤマピーとかね、うん、
ちょっと出張、僕らちょっと逆に倉庫で出張収録行きますか。ミリタリーウェアハウスでラジオ収録みたいな。そうそうそう、暑そうだな。やるなら倉庫の中からじゃないとダメだろうから、暑そうだなそれ。こう事務所でこう入れ替わり立ち替わりでこう、ね、はいはい、あ、ゲストをとしてね、うん、はいはい、確かにいやなんか楽しいかもですよ。だけど近々その、うん、なんだろうな、あれはいつですか、あのスバルが今注力してる。ああ、これがですね、今ちょうど叩き台上がった段階なので、もうじきある程度ちょっと、あれは一般公開ですよね。 もちろんもちろん。あれを見ると、そのなんだろうな、おそらくですけど、ミリタリーウェアハウスのスタッフにこう、うん、今まで見たことないキャラが出てきて、フォーカスされてる感はありますよね。うんうん、結構、シモン映ってたね。だいぶ映ってましたね。びっくりしました。ね、思った思った。うん、なんで、あの結構そういうようなこのコーポレートにも力入れていきますので、はいはい、まあ、その辺もですね、ぜひ楽しみにしていってください、はい、ということでじゃあ終わりたいと思います。はい、ワイパーラジオは、毎週土曜日夜8時15分からお送りしております。ここまでのお相手はワイパーの鈴木とシモンと中村でした。また次回お会いしましょう。さよなら。明日大阪ポップアップ来てください。 See you next time.